i say that just a collection of facts is not ecology. it's just a collection of facts which only can decorate your bookstands in your study, just like printed pictures of ancient times. it does not bring out any stories or lessons, or it does not teach us anything for the future. Then I say that a more important thing is to weave a unified theory which is more logical out of t h i s f a c t by knowing the history of ancestors for the people who will live in the future. 事実の発見は考古学ではありません。それはあなたの本箱を飾る写真集のようなものです。 重要なことは、それらから統合された理論を導くことではないでしょうか。つまりそれによって、古代の人たちの歴史を知り、未来を生きる人たちのために、それを役立てることができるのです。広しはやし、浜祭りジャパン。Japan According to the general view of archeologists, a series of ancient geoglyphs located in the Nazca Desert in southern Peru is a geometric ones which indicate the flow of water or be connected to rituals to summon water. A well-known archeologist writes as follows: The spiders, birds, and plant could be fertility symbols. Other possible explanations include. Irrigation schemes or giant astronomical calendars. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a quite different idea, and it's my great pleasure that I can show you my Hiroshi Hayashi's Nazca theory, which proves that these geographers were created in ancient times by aliens who could fly over the earth. Ladies and gentlemen, here is another evidence of my theory. Legend in 一般的な学説によればナスカ平原の地上絵は水越儀式のための宗教的儀式のために描かれた絵と言われています雲、鳥、植物は豊上のシンボルであると他の可能性としては 考えあるいは巨大な天文カレンダー説などがあるとも。が本当にそうでしょうか私、林博士がナスカ理論を発表してすでに3年になります。その後、数々の補強証拠を挙げてきましたが、今日はさらにナスカの通称ルリパタの知恵を例に挙げながら、この動画の中でナスカ理論の正しさを証拠を添えて証明します。 この動画をご覧くだされば、既存の学説がいかに的外れなものであるか、それを皆さんにも理解していただけるものと確信しています。結論の先に言えば、リリパタの地上絵は、あのギアナ高原のふもとに住むペモン族の伝説を表したものです。そしてそのリリパタのそばにある滑走路は、寸部の狂いもなく、ギアナ高原の方向を示しています。で、その動画は、この 動画の後に繋げておきますが、その前に今日はペモン族の伝説を全文翻訳しておきましたので、まずそれを皆さんにお読みいただきたいと思います。少し長文ですが、既存の学説がいかに的外れなものであるかを知っていただくためには必要と判断しましたので、どうかよろしくお願いします。広島林、浜松市ジャパン。ナスカ平原には、 こののようなたくさんの地上絵が書かれていますこれらの地上絵が何かということについてですけども、まあ、一般的なアカデミックな説,、まあ、説明によればですね、えー、水越い儀式説、あるいは宗教的儀式説、さらには考え説、巨大な天文カレンダー説などがありますが、これらは標識です。サインボードです。標識です。ナスカの地上絵、標識説、場合、林博士ということになります。すでにあちこちで証明してきました。 で、まず皆さんをですね、ナスカのリリパタに案内します。このリリパタには大変奇妙な地上絵が描かれています。この地上絵は何かということなんですけども、この地上絵がですね、私のナスカ理論の正しさを証明してくれました。この絵をご覧ください。奇妙な絵ですね。 これがリリパダの地上絵です。この地上絵の説明についてはですね、この続くビデオの中で説明しますが、その前にまず皆さんに知っていただきたいのが、ギアナ高原のふもとに住むペモン族の伝説です。で、次に皆さんをギアナ高原へ案内いたします。ここにギアナ高原があります。ペモン族はこのギアナ高原のふもとに住んでいます。 で、そのペモン族が残している伝説がですね、先ほどのリリパタの地上へと深く関係しているということです。これがペモン族です。で、そのリリパタの地上への謎を解くためには、皆さんにペモン族の伝説をじっくりと読んでいただきたいと思います。これがペモン族の伝説について書いた 記事ですじっくりとお読みください。 以上がギアナ高原のふもとに住むペモン族の伝説ということになります。そしてその伝説の内容とリリパタの地上への内容が一致するということです。一番左の、まあ、頭から4本線が出てますけども、長い髪の毛と判断します。黄色い左から2つ目のこれはウェイですね。太陽という名前の意味をする、えー まあ男ってことこになりますそして、やはり、もう一人、一番右に書かれていて、小さい子供が4人描かれています。まあ、このような形で、ペモン族の伝説と、リリパタの地上絵が一致する。が、それだけではないんですね。さらに、ライン色によって、これら両者が深く結びついているということを、続くビデオの中で説明いたします。どうか、続くビデオをご覧ください。よろしくお願いします。 bye for now hiroshi hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world today's story is about petroglyphs of the pacas culture in peru Petroglyphs of the Parkas culture probably made between 500 and 400 BCE, important Andean society between approximately 800 BCE and 100 BCE, with an extensive knowledge of irrigation and water management. The people in Parkas left very strange petroglyphs of people on a hill, and about those people on a hill, No one knows who they are and where they are from.No one except me, 広しはやし、ハママシティ、ジャパン。ナスカ平原のグランドクロスの北西13.5キロの丘の上に奇妙な線画があります。紀元前500年から400年頃に描かれた線画と言われています。人物像ですが、それが誰であるのか、どこから来たのか、この 私、林博士を除いて誰も知りません。今日はその謎の線画について私の答えをここに示しておきます。私のライン理論およびナスカ理論を応用すればその謎は簡単に解くことができます。まず皆さんをナスカへ案内します。この中央やや左寄り下にあるのがナスカ平原です。 ここにグランドクロスと呼ばれている大十字架があります。長さが10キロ前後ですね。幅が20メートルから40メートルの線です。この中心点から、この地図ではやや右寄りのところに、13.5キロのところに、その線画があります。丘の上にやはり書かれています。その線画をまず見ていただきますけども、これが何であるのか。まあ、誰であるのか。 どこから来たのか、今のところ誰も知りません。この線画なんですね。で、この謎解きに今日挑戦してみます。これが今の線画のあるあたりの様子です。かなりまあデコボコしているところに注意してくださいね。そして今見えてきます。この丘なんですね。この丘の、この丸いところに、あたりにその線画があります。 まあこんなところにですね、線画があり、その前に滑走路があるということですね。まあ、林博士のナスカリ論によれば、まあ、あの、こうした、まあ、ランドマークはですね、その滑走路の行く方向を示しているということになります。で、ここにその線画があります。で、奇妙な線画なんですね。そしてこれが、下のがですね、あの、現地の写真です。で、ライオンのような、 絵が描かれているわけですね。そして頭から、頭からですね、長い髪の毛が伸びています。のようなものが伸びていると、今のところは言った方が正しいんでしょうかで、彼らは誰なのかどこから来たのかということなんですね。で、これについての林博史の結論を出しておきたいと思います。まあ、これがその線画ですけども、現地では別の名前で呼ばれているみたいですけども、まあ、パラカス、 人、文化のね、の、えー、の、まあ、このあたりパラカスって言うんですけどもね、えー、いわゆる超等人間、コンヘッドが、まあ、の骨が発掘されているところです。で、こうしてもう一この絵を見ていただきたいんですけども、これは誰なのか、何の絵なのかということもありますね。で、まあ、林博士のライン理論を使えば、この謎も簡単に解けるということです。で、真ん中に左から二人目に、ま、大きい人。そしてあと三人。 描かれてますね。髪の毛の長い人が。ここに注意してください。では、ナスカ理論、およびライン論で証明します。ナスカ理,理論によれば、近くに滑走路がある。その近くの目的地が、まあ、こうしたランドマークとして表現される。ということになりまして、そ,その近くに一本の滑走路があります。 古い滑走路であり、滑走路であり、まあ少し見にくいんですけどもね、先ほど見ていただきましたように、この辺り結構デコボコしていてね、この辺りにまあラインがあるなんてことは、まあ、車に乗ってる人からは見えません、ね。しかし、高い空から見るとそれが見えるわけです。で、これがですね、この上のライン、えー、が、まああの、まあ滑走路というのは日本の線でできるわけですけども、下のラインがですね、えー、ストーンヘンジへと向かいます。 で、基地角36.93。あれ、これはかなり正確に出るんですよ。あの、そして、その伸ばしてますと、ストーンヘンジに行く。これ逆にですね、今度は、ストーンヘンジから、この滑走路に線を引いています。まあ、こうした手法を使うわけですね。大型目安をつけておいて、今度は逆に、先方から、あの、こうした滑走路に線を引きますと、より正確に、このラインの方向がわかるってわけです。で、この黄色い線を見てください。下の線です。この下の線は、まあ、右の方からですね、UK のストーンヘンジから引いてきた線です。ぴったり重なりますね。ということは、このラインは、 UK のストーンヘンジの方を示しているってことになるんですけども、あの、まあ、ストーンヘンジの線は別にありますしね。エイブベリーの線もありますので、どうしてこんなところにストーンヘンジがあるかってことなんですよね。おかしいと思われるでしょ。ストーンヘンジの線にしてはまあ、あの、規模が小さいんですよね。で検証しています。そこでもう一度このラインを見ていただきたいんです。右左がです、ね、ナスカですそして右がストーンヘンジですよね。 そして今先ほどの線画とストーンヘンジを繋いだ線がこの地方の黄色い線です。この線を注意深く見てください。あの皆さんも座標を示しておきますから点線で繋いでみてください。そうするとですね、寸部の狂いもなくこの山にやってくるわけです。この山にやってきました。標高2810メートルのロライマ山ですね。通称 ギアナ高原と言われているこの山です。この山に寸部の狂いもなく、新直線下にやってくるわけです。これがギアナ高原です。ロライマ山ですね。まあ現地でも最も神聖な山としてまあ位置づけられています。まあ当然ですね。こうした山なんです。まあギアナ高原ですね。まあ以前調べましたんですけども、このギアナ高原には何かがありますね。 それはあの、今言いましたように、ナスカとストーンヘンジを繋いだ新直線下にあるわけですけども、今日、あの、ややずれてたんですけどもね、今日、結びました線画と、えーまあ、ストーンヘンジをつなぎますとね、そのラインはこのギャラ高原す、すなわち、ロライマ山の新、まあ、上を通りますか新、ね、直線下にあるということです。で、調べてみますと、ここに出てきたのが、ペボン族なんですね。 ペモン族このペモン族の不思議なところはですね、周辺の民族とは顔の,顔の形と輪郭であるとかあの、肌の皮膚の色が違うんですね。ですから、それはあのいろいろと議論されているようです。で、これがペモンインディアンです。そのペモンインディアンの、あのまあ、これはベネズエラのまあ公式のいわゆるペモン民族についての記,記,記録です。で、この記録を読んでみますと、 大変興味深いことが分かります。これがペモンインディアンズですね。いわゆるギアナ高原の近く。まあ、後方にギアナ高原が見えますね。で、これがペモンインディアンこの周辺に住んでるインディアンです。このペモンインディアンを調べたら、大変興味深いことが分かりました。それがペモン神話です。ペモン神話についても長い記述がしてありますので、まあ、簡単に言いますとですね、まあ、あの、ある時にですね、 あのウェイという、まあ、男というか、ね、太陽、太陽というのは、まあ、あの意味だそうですけども、ウェイという男が、ね、川のそばに行きますと、音がしたと。で、見て,見てみると、まあその、ある小さな女性がいたと。で、次の日行ってみたら、またいたんでねあの、まあ捕まえ、捕まえようとしたんですね。その女性というのは、大変長い髪の毛を持っていて、それがです、ね、足,に足まで届くような、とても長い髪の毛を持っていたというんですよね。 で、そのウェイがですね、その女性の足を、髪の毛を捕まえて捕ま、取って捕まえたんですね。そしたらその女性がですね、どうか私を捕まえないでほしいと代わりに別の女性があなたのところを来るからっていうことで、まあ、その場を逃げたわけです。で、そのウェイがですね、いますと次の日に白い肌の、まあ、あの、女性が来るわけです。で、それ、まあ、しばらく住む、住む、んで、一緒に過ごすんですけども家は行かないと。そして、ま、色がね、肌の色が違うってことで次の日に今度はね、 黒い肌の色の人が来るわけです。で、三年目に赤い肌の人が来て、まああの、まあ、めでたし、めでたしというような話なんですね。まあ、これはあのあ、ペモン族の神話です。で、ここに出てくる、あの、神話の登場全部ですね。髪の毛の長い、えー、女性。そして、太陽という名前の、えー、男。 ですね、ウェイですね。ウェイというのは太陽という名前だそうです。ですから、ザ・サンと書いてありますね。こうしてその物語が流れていくわけです。それが、あのいわゆるペ,ペモン族の神話ということになります。まあ、ラフな役でああの、ごめんなさいねあの。というようなことが、まあ、ずっと神話で書いてあるんですけども、まあ、あのその女性がですね、その都度肌の色を変えて、そのウェイのところへやってきて、まあ 最後は一緒に過ごすっていう話から、まあそのペモン族の神話が、第一話、第一章、第一話が始まるわけです。で、もう一個ここを見ていただきたいですね。足まで届くようなとても長い髪の毛をと。っていうことなんですね。そして、あの、白い肌はあの違和感があったということなんでしょうね。次の日に来たら今度は黒い肌になっていった。それでも違和感があった。で、3番目に、えー、赤い髪の毛、赤い肌の女性がやってきて、まあ、めでたしめでたしというような話なんですね。 で、検証しています。で、この頭を見てください。長い髪の毛になってますね。これ飾りかなと思ったんですけど、髪の毛と判断するとよくわかりますね。そして長い髪の毛です。下の方まで垂れてるっていう風に考えるわけですね。そして、この右に、その右にこれは太陽を表す。いわゆるウェイと考えられますあ。顔からですね、光が放ってますね。ですからこれは太陽、すなわちウェイであると。 素直な解釈ですね。そして、えー、この女性、女性でしょうけどもね、これは肌の黒い女性であったと。で、それじゃ違和感があったので、えー、白、黒、そして今度は赤い肌の女性がやってきて、そして、まあ、ウェイト、太陽とね、太陽という名前のウェイト、めでたし、めでたしということになります。で、結論ということになります。 で、足の、ここが重要なんですね。足まで届くようなとても長い髪の毛を持った小さな女性と書いてあります。ですから、小さいですね。いいですか全部一致するんですよ。長い髪の毛で小さい。そして、ウェイがそれを見てね、太陽という名前の意味をする、太陽の意味を太陽という意味ので、ね、ウェイという、まあこの男がですね、まあその女の,子女の子の髪の毛を捕まえる。で、それに対して私を捕まえないでほしいと言って、そして、まあその、次の日に黒い、 肌の人が送ってきて、白、最初は白ですね。白、黒、赤とくるわけですね。そして、めでたし、めでたしということになるわけですね。最初のあの、小さいあの、髪の毛の長い女の子は、女の女性ウォーマンはね、女性女の子っていうのはウォーマンはね、あの、白い肌をしていたそうです。で、それが、こうした丘の上の線画として描かれたというふうに考えると、とっても素直に解釈できるんですね。ここで登場するのが、まあ、ライン理論ということになります。 がしかし、皆さんはこれでは満足なさいませんね。では、もう一つだけ事実を今日並べておきますので、えー、ご覧ください。これはですね、やはりその、えぇ、ー、いわゆるま向こうじゃ、あの、インディアンと言わないでアメリカンとも言ってますけども、あの、そうした人たちのーアーティファクトがあ見つかりましたので、皆さんに紹介しておきます。この中に出てくるそのアーティファクトとですね、先ほどの線画と、まあどこか似てると言いますかね、コンセプトが 似てるということです。いかがですかこれが私の、まあ、皆さんに、うん、お届けできる答えということになります。と同時にですね、私のライン理論、並びにナスカ理論の正し,正しさをこうして証明することができました。つまり、そうした二つの理論を応用することによって古代の謎を解くことができるということです。どうかご利用ください。Thank you very much for watching and bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very mysterious megalith in Celebes, Indonesia called Pokekea Megalith. As to Pokekea Megalith site, Celebes, Indonesia, WorldCom website writes as follows. Though nobody knows what they are and who created them stand silent in Pokekea megalith site just like thrown out from a time machine to a mysterious land in a very old ages statues and many megalith stones are scattered in the very beautiful valley located in Napu Valley 3 hours driving from Palu the capital of Central Celebes, Indonesia. Pokekea and the rest of the valley offered amazing landscape view and historical experiences. I, Hiroshi Hayashi, is to try to solve this mystery with my own Nazca theory. You will know what they are and who created them after 10 minutes. Can you be patient for 10 minutes to know the secret of Indonesia? インドネシアのセレベス島に奇妙な巨石遺跡があります。それが何であるか、誰によって作られたものかについて、誰も知りません。が、その謎は簡単に解けました。それだけではありません。私はその謎を私のナスカリ論を使って解きましたが、このことは同時に私のナスカリ論の正しさを証明するところとなりました。どう解いたか、どう証明したか、それをこれから皆さんに紹介します。で、 10分後にあなたはこう言うでしょう。なんだそうだったのか、と。なお、この巨石遺跡についての情報は、雪を山川さんによって届けられました。私もその巨石遺跡については、雪を山川さんによって教えられるまで何も知りませんでした。が、その巨石遺跡から、なすかに線を引いてみたら、謎はそのまま解けました。ラオスのジャール平原の巨石ラインと、 同じ滑走路の反対側とその線が重なったのです。ビンゴーです。そればかりではありません。これから紹介します、ロシアのショリアの巨石遺跡ライン。さらには、UK のエイブベリーラインとも重なったのです。さらに、ペルーのモレーのラインとも重なりました。どれも私がカレンダーであると証明した遺跡です。では、順にそれを説明していきます。 先ほど紹介した画像と同じになりますが、まずインドネシアのセレベストをまあ紹介します。この左から2つ目の星のところがセレベストです。そして一番左のところがラオスのジャール平原です。同じ巨石があります。で、その間の距離は約3000キロなんですね。互いに行き来できる距離ではなかったと思われます。で、まず皆さんをですね、このポケケアメガリスへ案内します。 インドネシアのセレベストです。で、ここにその巨石があります。で、あの、この白い点が2つありますけれども、巨石があるのは向かって右側の方だと思われます。まあ一応点はこの点に取りましたので、えー、皆さんご自身が検証なさるときは注意してください。これがそのポケキア巨石の、まあ 石、今、まあ、巨石なんですよね。要するに。で、こうしたものがポケキアにあるわけです。まあ、大きなものですね。そしてそうした岩をですね、加工して、まああ、このような容器のようになっているわけです。ご覧ください。そして今度は、えー、ラオスのジャール平原へ、 皆さんを案内します。これはベトナム在住の中さんという方が、この情報を教えてくださいました。これがラオスのジャール平原です。で、このジャール平原もやはり同じような場所にはあるんですけどもね、この位置よりもやや上あたりのところです。緯度経度は合ってますので、それを頼りに探してみてください。この場所よりもやや上あたりです。で、 この井戸経統は正しい位置ですから、これを手がかりにこの場所を探してください。で、これがジャール平原の巨石です。まあ粒、やはりつぼ型に作ってあるわけですね。で、インドネシアではこれをあ、ごめんなさい、ラオスの方ではこれをですね、酒を入れておく、まあ、容器として使っていたと。そのように説明されているようです。中さんがそのように教えてくださいました。で、この、いわゆるポケケアの、 メガリスと、それからジャール平原のメガリスを比較していますと、大変興味深いことがわかります。上がポケケアですね。インドネシア。そして下がラオスのジャール平原の巨石です。まあ、順に比較していただくとわかりますように、同じなんですね。まあ、それ以上言いようがありませんね。同じ壺型で、そして岩をくりぬいて作ってあるということです。何のために、どうしてかということですよね。 ま、人間の大きさと比べてもかなり大きいものだということがわかります。まあ、簡単に持ち運ぶ、運べるような岩ではないということですね。岩というのは重いですよ。あの、はい。私の家の庭にも、まあ、小さな岩がありますけれども、まあ、どうしていいものかという感じで、あの、困っているような状態でしてね。まあ、要するにこの白黒にしてみますと、セピアにしてみますと、区別はつきませんね。 皆さん自身で確認してください。で、これと同じようにですね、このショリアとエイブベリーを比較しています。ロシアのショリアです。これもユキオ山川さんが教えてくださいました。緯度経度はここに示しておきます。そしてエイブベリーとの間の距離はですね、5800キロも離れているんですね。やはり同じように、まあ、比較しています。上がショリア、薄すアバンカスキーですどね。そして、この人の大きさと比べてください。ここが重要です。巨石なんですよ。あのー、 こんな岩をですね、この大平原の真ん中に並べてあるというところが謎なんですね。周りにはいらしいものは何もありません。エーブベリーもそうですね。この大きさを比べてみてください。で、同じものがショリア、それからエーブベリーの両方で見つかったということです。軽度差にしてちょうど90.0のあ軽度差があります。で、 こういうのを見ますとですね、はっきり言いますと、エイブベリーの今までの考古学者の先生たちはもういろいろな説明してきましたけれども、すべてそうした説明が吹っ飛んでしまうということですよね。同じものがシリア、ロシアの5800キロ離れたショリアで見つかったということです。皆さん自身で確認してください。これからもこうした発見は次々となされていくものと思われます。で、上がショリア、下がエイブベリー。区別はつきませんね。このことをちょっと頭の中に入れておいてください。 エヴェリーはカレンダーでした。同じように、ショリアもカレンダーと考えられます。下はあの、あの、前方、興奮ですけどもね、この並び方のコンセプトですね、いわゆるハニアを並べていく、このやり方がですね、ショリアの石の、石の並び方と大変よく似てるということです。薄スア・バンカンスキーのね、あの、石の並び方とよく似てるということですね。大きな岩を並べて、その間に小さな岩を並べてあるということですね。ですから、ま、あ前方後円墳、まあ、 カレンダー数と重ね合わせますと、さらに、まあそ、それらの空の関係性、関連性がですね、あ明確になってくると思います。では、これから、あその、まあ、検証といいますかね、ナスカ理論を使ってそれを説明しています。これがナスカです。この黄色い線は、ポケケアラインですね、ポケケアから引いてきました。 先ほどの、まあ、緯度、経度のところから引いてきました。そしてこのラインがですね、この滑走路に重なります。中部からご覧ください。ここが林いのナスカ理論です。中部からご覧くださいよ。このラインと重なりますね。これはきれいに重なるんですよ。皆さんも、あ驚かれると思います。移動経度はここに示しておきます。この点を基準にして、この滑走路を、あまあ、まあ、割り、まあの、調べてください。そしてこの、きあ 今のブルーの線が今ポケケアですね。そしてこの黄色い線がジャール平原から引いてきた線です。上で重なりましたね、線が。このようにナスカ、ナスカではですね、同じ関連性のある遺跡をこうしてラインで示しているということです。上のブルーのラインがポケケアラインです。で、右の赤いラインがジャール平原から引いてきた線です。まあ、このようにして、両者は綺麗にこのライン、あの、滑走路の上の方で重なるということです。が、それでだけではありませんね。もう一度ご覧ください。 これがポケケアラインですね。このブルーの線がポケケアラインです。いいですかそしてこの、この赤い、これが黄色い線がエイブビリーから引いてきた線です。そしてこれがショリアから引いてきた線です。この一番右のブルーのラインはショリアから引いてきた線です。そしてジャール平原のラインと重なります。がもう一つ、モレペルーのモーレーラインと重なります。このモーレーもカレンダーであることを証明しました。 このように、まあ、ロックカレンダー、並びにモーレーはですね、すべてこの5本の線はここに集まるということです。もうこれは偶然ではありませんね。確率論的にありえないことです。もう一度、簡単に復習しておきます。いいですか中央があナスカです。上がポケケアです。ブルーンラインですね。それから、ジャール平原の赤いライン。それから、ショリアの水色のライン。そして、エイブベリーの黄色いライン。 そして最後に、モーレーの緑のグリーンのラインがこうして重なるということです。これでナスカリ論によって、これら5社はですね、すべてカレンダーであり、また、このナスカリ論を使って、ポケケアの巨石メガディスもですね、カレンダーであることが証明されました。いかがですか続くビデオをどうかご覧になってください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a cross point in North Asia. I Hiroshi Hayashi say here in this video that when two lines meet together there we will see a cross point or a datum point for extraterrestrial beings. Here is another evidence 二本のラインが交わるとき、そこにクロスポイントがあります。林博史のライン理論です。今日の物語は、そのクロスポイントについてのものです。たまたま、雪雄山川さんより、木汁石窟の話がありました。で、その写真が気になったので、木汁石窟を調べてみました。またまたビンゴーです。木汁石窟が、今まで解けなかった謎を解いてくれました。 アジアでも、リュウモンだけが他の遺跡から浮いた形になっていました。が、キジルセックスを教えてもらったおかげで、その謎が解けました。画面を見ながら説明します。まず、皆さんをキジルグロトルまあ、セックスへ案内します。このシスをつけたところがキジルグロトウズです。で、 ここへ行ってみます。で、この、キジル石窟については、実は私はノーマークでした。で、今回ですね、まあ、写真を見せていただき、まあ、何かあるぞっていうふうに感じたわけです。まあ、ここがキジル石窟です。まあ、こうした、まあ、景色が広がっているわけですね。 で、この、ま、あこうしたその検証ではですね、私のライン理論とナスカ理論が役に立ちます。で、このせっくつからですね、ナスカに線を引いています。で、ここがナスカですけども、ま、あ進捗線と言いますか、一本重なるラインが見つかりました。このラインです。 で、このように言いますと皆さんはただの偶然だというふうに思われるかもしれませんね。まあ、そう判断するのはちょっと待ってくださいよ。実はこのあたりには世界のですね、石窟からのラインが集まっています。まあ、こ,このラインも含めてべて、えー、なんて言いますか、寸部の狂いもなく重なりますから、皆さんも確かめてみてください。今、この米印のマーク、これがあの、まあ、目印ということにしておきますね。で、このラインが ユンギャンから引いてきた線ですね。そして同じ滑、まあ、走路、左側が、これがリュウモンから引いてきた線なんですね。で、このポイントをちょっと注意してくださいね。あの線ラインを見失うといけませんので、この、まあ、ここが置きましたね。それとその下の赤い線が、これがバーミヤンから引いてきた線です。下に綺麗な滑走路が見えます。このバーミヤンのラインはですね、この滑走路、両端にマウントがありますから、 あの、正確に撮ることができます。一応。そして、この4箇所はですね、まあ、ここに集まっているわけです。木汁、雲門、それから龍門、そしてバーミアンですね。そして、写真を拾ってみました。右上が木汁、左下がですね、雲、え、光、ー、ですね。そして、左上が龍門です。そして、右下がバーミアンということになります。そして、これら4箇所をですね、比べてみますと、 全く区別がつかないんですね。いわゆる、まあ、コンセプトが同じと言ったらいいのか、まあ、同じ画家が描いた絵のような感じですよね。右上からじる、下がバーミヤン、左上がリオモン、そして運行です。で、細かいところを見ますと、制作コンセプトも同じということがわかります。まあ、皆さん自身で比較して判断してみてください。つまり、 こうした、まあ、石ですよね。こうして比べてみて、あなたはですね、区別ができますかあるいはその違いを言うことができますかってことですね。では、検証してみます。今度は林宏氏のライン理論です。ここにジルがあります。スペリンがわかりませんでしたので、カタカナで表記しました。そして右下がリュウモンです。線でつな,がりつなげておきます。 で、今度はバーミアンですね。左下がバーミアンです。そして、運行です。で、線でつないでおきます。そうしますと、ここにクロスポイントができますね。林博士のライン理論によれば、まあ私ですけどもね、あの、クロスポイントには、クロスポイントは基準点である。というのが、まあ私のあ、ライン理論の基本です。で、ここには何があるかということなんですね。 で、このクロスポイントをどん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 探して下降りていてみますと、87.8キロ離れたところに、ビンゴですね。マガオ。バッコウ靴がありますね。トンコウバッコウ靴です。今までマガオを基準点に取っていましたけれども、まあ、ひょっとしたら今のクロスポイントが、あ本当の基準、なってますか、基準点クロスポイントかもしれません。そしてこのマガオへ降りてみます。今、中心に持ってきました。 罰窟窟ですね。で、やはり大変よく似た景色が広がっています。トンコーバッコークオ罰ク窟です。まあ、石窟ですね。やはり同じように石窟が作ってあるということです。罰窟窟って言いますと、この写真が一番最初に、えー、出てきますけれどもね、まあ、観光地にもなっています。 では、比較してみましょう。先ほど、キジル、バーミアン、リュウモン、それからウンコウを,を見比べていただきました。そこに、マガオ、バッコオクツが加わります。で、色をセピアにしてみますと、また、また、なってますかね。区別がつかなくなりますね。あるいは、皆さんは区別ができますかでは、キジルとマガオ、 簡単に比較しておきます、まあ。壁画が残っているのは今のところですね、木、え、汁、ー、とバッコーク靴ということになるんですけども、この、まあ、壁画がですね、またまたよく似てるんですね。で、こう、細かいところを見ていきますと、特に頭の上の,にこの丸い太陽の紋章だと思いますけども、太陽の紋章が私は気になりました。皆さんどうでしょうか。そして上半身裸で、下にはまあちょっとフ風ップ変わった腰巻きを巻いています。 これが神々、つまりエイリアンの衣装ということになるのでしょうかね。そしてネックレスですね。お決まりのネックレスです。で、もう一つこのナスカに戻っています。ここには今言いましたバックオークスのラインがありませんね。しかしあるんですけどもね、左の方にあります。いわゆる左のこのグランドクロスのあたりにはですね、世界の重要な拠点が集まっているところからのラインが集まっています。この白い線が今真顔から 引いてきた線ですけども、この、ここに、この、このラインが真顔ラインと私は呼んでいます。実はないわけではないんですね。えー、ということで、えー、新しい発見ができましたので、皆さんに報告しました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! 続いて、世界の山々のラインについて説明します。 謎の山、キリマンジャロですね。このキリマンジャロも大変重要な山です。これは、私が発見したクロスポイントの中で、まあ、この、ここには何かあるはずだということで探して、この場所を見つけました。この、まあ、クロスポイントの横線はですね、寸部のクリもなくキリマンジャロの方向を示しています。地球を半周以上しているんですよ。そして、ナスカにももちろんラインがあります。これをキリマンジャロラインと私は呼んでいます。 その都度、緯度、経度を示しておきますので、興味のある方は自分で確かめてみてください。これグランドクロスですね。ポポカティ・ペティからのラインももちろんあります。ポポカティ・ペティのふもとと言ったらいいんでしょうかね。そこにティワ和感があります。これはルアペフですね、ニュージーランド。やっぱり、やはりといますかね、南太平洋の、まあ、基準点になっています。そして、このラインがここに集まります。 この辺りが世界の山々が、からのラインが集まるラインです。キナバルです。このキナバルの線はやはり長いですね。左に、下から来ます。そして、まあ、上のプラットフォームへとつながっていきます。これがアイゲリーっていうんですかね。フランスの実に奇妙な岩,で岩山ですけども、やはり先ほどのあ滑走路の近くって言いますか。だいたいこの辺に集まっているんですけどもね。 あのまあ、興味ある人は見てください。そしてこれがマッタホルンですね。マッタホルンもあのいわゆるまあ北、あなんていすか、ね、イタリアあたりのまあ基準点になっていますね。そして全く同じ滑走路、プラットフォームの周辺に集まってきます。もちろん富士山もありますよ。富士山の,、まあ、あのラインは大変あのまあ 短いっていわけではありませんけれども、それと目立つラインではありません。ここに重要なポイントがあります。今、あの180度回転していましたけれども、この形が日本の本州の形と一致します。それだけではなくて、えー、ちょうど、なんて言いますかね、富士山のある位置でクロスポイントができているということですよね。いわゆるまあ左の方を見ていただくと、この緑の線は日本の富士山から引いてきた線です。そして、この交わっているところと、まあ、地図上のですね、 日本の富士山の位置が一致するということです。なあち、左の、この、いわゆる、まあ、地上に描かれた絵はですね、絵ではなくて、これは日本の本州を表す、地上絵であったということになります。まあ、こうした事実は、すべて、あの、林博士が発見したことですよ。そして、マウント・ウラウンです。 生産中の生産ということになりますね。このウランからの、えー、ラインは十数本以上あります。プラットフォームも二つあります。その中の一つがこれですけどもね。やはりマウントがありますからマウントを繋いでみてください。その証拠に、この今矢印で囲んだところに三角形と言われている地上絵があります。これは三角形ではありませんよ。ここの緯度経路を示しておきますから、またご覧になってください。これはそのまま ウラン山の形を表しているわけです。まあ、このようにですね、えー、方向を示すと同時に、そのまあランドマークをこのように、まあ、エイリアンたちは書き残していったということになります。もちろん人間じゃありませんよ。もちろんインカ人じゃありませんよ。まあこのように、まあ、ナスカ理論と、それから私のライン理論を使うと、世界の古代の謎が解けていくということです。まあ、それが分かっていただきたかったために今日はこのビデオを編集していました。 こんなことはできるのは人間ではありませんね。まあせ、まあ、宇宙をですね、もう自由に飛び交う人飛び、飛び交うことができる人によって、こういうことが可能だということです。まあ、それでは皆さん、バイ。